皆さんこんにちは、アバレローです。今回ご紹介する商品はノースフェイスのコンパクトアノラックをご紹介していこうと思います。まずこちらですね、簡単に素材やディティールからご紹介していこうと思うんですけども、外出先で悪天候に対応できる撥水加工を施したアノラックタイプのウィンドブレーカーとなっております。生地はコットンライクでナチュラルな風合いながらも、ね、しっかりとね防風性というところも合わせ持ち、急な冷え込みが予想される旅先でも、ね、しっかりと活躍してくれるジャケットかと思います。またねスタッフサックついておりますので、非常にね旅先とかご旅行とかね、おカバーの中に入れていただく、収納もすごくね便利になってますので、まあその辺も個人的にはプラスなポイントかなと思います。あのラックっていうね、ちょっとプルオーバータイプはね、脱ぎはぎが結構しにくいんじゃないかなと思ってたんですけども、こちらに関しましてはね、ジッパーが結構ね、長めになってますので、しっかりと胸、溝落ちぐらいまでね、ある長さとなってますので、非常に全部開くとね、被る時も全然窮屈感なく、スッとね、顔が入るような感じとなっておりますので、まあその辺もね、着やすさにつながってるんかなと思いました。フロントには収納に便利な大容量のカンガルーポケットとジッパーポケットがついてて、まあ、裏地もねしっかりとナイロン生地が施されておりますので、まあ、そういったちょっとこうスッとね手が入る滑りのいい感じとなっております。まあ、中間着と合わせやすいややゆとりを持った仕上がりとなってますので、まあ、身幅にあったりとか肩周りもねかなりゆったりはしておりますので、結構分厚めなインナー着ていただいてもそこまでもたつくことなくお使いいただけるんじゃないかなと思います。でこちらですね、実際着用してるんですけども、こちら着ているカラーが、ユーティリティブラウンですね。まあ、これでサイズねちょっと L サイズを着てるんですけども、ちょっとねゆったりめな感じで、まあ、僕の体型身長163センチ54キロでしたら、まあ、L はね全然ちょっと大きめな感じなんですけども、一応もともとデザイン的にはね身幅は結構ゆったりしてるんですけども、まあ、着丈に関しましてはそこまで長い印象ではないですので、まあ、本当に170中盤ぐらいの方でしたら L サイズぐらいが、まあ、ちょうどいいゆったり感でお使いいただけるんじゃないかなと思います。一応ね裾のドローコード絞っていただくとこんな感じで、ちょっとね丈の調節っていうところはしっかりとしていただけますので、まあ、太めなパンツが多い方とか、まあ、ちょっとねゆったりしている方がいいとか、まあ、肩周りねちょっとがっしりされてる方とかは、まあ、このぐらいのサイズ感で着ていただいても個人的にはありなんじゃないかなと思います。まあ、ただねやっぱりどうしてもこう袖丈とか、肩周りとかねちょっと生地が余りがちになるので、まあ、その辺のスッキリ感というところは損なわれますので、その辺だけねちょっとサイズ選びの参考にしていただければなと思います。でまあカンガルーポケットとねちょっと裏地もしっかりとついておりますので、まあその辺ちょっとさっと、滑りがいい感じかなと思います。結構ね光沢感のある生地感となっておりますので、その辺はねちょっとこう好き嫌いが出るんかなとちょっと思ったりはするんですけども、まあ個人的にはねそこまでめちゃくちゃ気になるような感じではなかったですかね。でこちらがお色変わりましてブラックの方ですね。ちょっとね写真で見るよりここまでねちょっとこうツヤがあるような感じでは実際物を見るとそんなに感じないんですけども、やっぱりね自然光とか当たるとちょっとこれぐらいに近い感じになるんかなと、外出た時はこういった見え方にちょっと近いんかなと、思いましたので、まあ、その辺も含めてねちょっと色合いとか、光り方とか、参考になればなと思います。生地感的にはね本当にちょっと薄手な感じですので、中間着として、めちゃくちゃ活躍しそうな感じとなっておりますので、春秋ちょっとね羽織るのに、いいのかなと思うぐらいの分厚さとなっております。ただねやっぱりまだ今ぐらいの気温でしたらどうしてもねちょっと寒さっていうところはあるかと思いますので、まあ、中にね結構分厚めな着物のスウェット着たりとかしていただければ、まあ、意見ことはないと思うんですけども、まあ、そんなにこう防寒性の部分で役立つような感じの生地感ではないかなと思います。まあ、刺繍もね本当に表と裏と一箇所ずつあるんですけども、まあ、この位置っていうところもねそんなにこう気になる感じでめちゃくちゃ目立つ感じではないですので、まあ、デザインのちょうどいいアクセントかなと思います。でこちら黒着てるんですけども、これで、M サイズですね。まあ、僕ぐらいの体型でしたら、まあ、M サイズぐらいで、まあ、程よくゆったりぐらいの印象かなと思います。まあ、サイズ展開自体は S から XXL まで展開はありますので、まあ、本来ジャストで着るんでしたら S サイズで、まあ、160前半の方でしたら S で十分かなとは思いますが、まあ、ちょっとね緩いパンツの感じの方が多いですので、このぐらいのサイズ感で着ていただいても全然問題ないんじゃないかなと思います。
袖口は一応ベルクロついてますので、その辺でね多少調節はできるんですけども、まあその辺でちょっと若干ねサイズ感の調整っていうところはしていただければいいかなと思います。フードの形もねしっかりと立ち方も綺麗ですので、まあジッパーをねちょっとこう上まで開けていただくとしっかりとねフードもキープされるような感じですね。でまあ前のジッパーは結構溝落ちぐらいまで、ありますので、非常にそういったところも脱ぎはぎしやすいかなと思います。またねちょっとこう首長い方はねさほど問題ないかと思うんですけども、僕はね結構首が短いですので、上までねしっかりとジップ止めてしまうとやっぱりねこう顔にめちゃくちゃこう金具が当たるような感じになってしまいますので、まあマウンテンライトとかああいったところのね結構張りのある感じの首元ではないですので、その顔に刺さるような印象ではないんですけども、その辺がねちょっとこう違和感が若干ありますので、まあその辺も含めて、まあ止める位置はね自分で調節はできるんですけども、まあ全部止めたいよって方はちょっと顔に当たりやすいかなっていうところだけは、お伝えできればなと思います。で最後ねこちらニュートープのお色なんですけども、これも非常にね使い勝手のいい感じの、お色となっておりまして、まあノースフェイスといえば、もう定番の3色になりますので、もうご存知の方も多いかとは思うんですけども、もうこのカーキもね本当にすごく使い勝手が良くて深みのある色ですので、非常にね黒とか濃いめな感じのお色との相性はすごくいいんじゃないかなと思います。まあ本当にね春らしい感じで、まあユーティリティブラウンと、まあこちらのニュートープに関しましてはね非常にこう色目もしっかりとありますので、春先ね非常に活躍しそうなカラーなんじゃないかなと思いますし、まあブラックはね本当に定番であれば絶対ね間違いない感じのお色ですので、まあその辺の色目もね、まあこの3色に関しましては全部間違いないかなと思いますので、まあ気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。まあこのニュートープの方もね結構ツヤ感は若干感じるような色目でしたので、まあその辺もね少しでもこう伝わればなと思います。でちょっとねお店の方にもう XL しか残ってなかったので XL 着てるんですけども、サイズ感に関しましてはねちょっと大きすぎるので、もうここは全く無視していただいて、まあ色目の感じだけちょっとでも伝わればなと思います。まあやっぱりね先ほどもお伝えしたんですけども、黒との相性は非常にいいですので、まあちょっとねインナーの白を差し色で挟んでいただくと、まあメリハリもねしっかりと出ますので、そういったコーディネートの色目っていうところも個人的にはお勧めしたいポイントとなっております。まあ XL って言ってもねちょっと丈に関しましては163センチでこのぐらいの丈感になりますので、まあこれを見ていただければそんなに長くないっていうところはねちょっとでも伝わるんかなと思いますが、まあこれでねさらに裾のドローコード絞って腰回りゆとり持たせれば、まあ丈に関しましては全然そんなに違和感はないんじゃないかなと思います。まあ袖丈はねどうしてもこう防ぎようがないですので、まあちょっとねベルクロで締めたとしてもちょっとねもたつきっていうところは出てしまいやすいんですけども、まあこの辺の感じがね、まあ180センチぐらいの方でしたら全然もう XL でも余裕で着ていただけるぐらいの身幅であったりとか肩回りかなと思います。はい、ということで今回ご紹介してきましたノースフェイスのコンパクトアノラックですね。まあお値段が税込みで 14,300 円となっております。お色もねもう間違いない3色展開となっておりまして、一応サイズ展開は S から XXL っていう感じとなっております。こちらねスタッフサックもついておりますので、非常に持ち運びっていうところも便利で、旅先でもねすごくね重宝するぐらいの感じのジャケットなんじゃないかなと思いますので、気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいなと思っていただければ、高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで次の動画までまた、さようなら。